ココルポートの佐原でございます。私たちは障害のある方々を対象に就労移行支援を柱とした事業を展開しております。現在私たちは首都圏を中心に東名阪福と105拠点をドミナント展開をしております。2020年からは自立訓練事業を加え、また今年の2024年4月からはリワーク専門事業所を展開しております。業界展望でございます。市場環境については、昨今政府から発表された数字によりますと、障害者数は約1160万人、中でもここ5年で大変増加しているのが精神障害の方々であります。ここ5年で 156% の伸びを示しております。私たちのメインのご利用者様が精神障害者の方々であります。さて、我々がターゲットとする在宅でいらっしゃる方々、18歳から64歳の方々は461万人いると言われていますが、精神障害のある方々に限って申し上げますと 95.7% が未就労ということで、まだまだたくさんの未来のご利用者様がいらっしゃるということがわかると思います。法定雇用率も今年の4月に 2.3% から 2.5% に引き上げられました。2026年の7月には 2.7% に引き上げられることが決定されております。こういったことを考えますと、我々はまだまだ今後の発展ができる、そんな業界だというふうに考えております。自社の強みでございます。私たちは株式会社でありながら、ザ・福祉を目指す会社として業務を遂行しております。具体的には大切にしている3つの考え方、これをご紹介していきたいと思いますが、まずは集団ではなく個別、これは福祉を勉強すると第1ページ目に書いてあることです。人は一人一人違う。2つ目、指導ではなく支援。私たちのゴールは就職ではなく自立だというふうに考えております。最後ですが、幅広い受け入れ、手を差し伸べてほしいと思う方々に手を差し伸べる、これが福祉だと思っております。非効率だからやらないのではなくて、どうしたらできるのかを追求して質の高い支援を実現しております。非就労フェーズまで幅広く受け入れ、そしてターゲットを拡大している、その中で私たちはノウハウを蓄積していると、こういうことでございます。個別支援、幅広い受け入れを可能にする優秀な人材を採用し、教育研修を徹底し、福利厚生で迎え、結果たくさんの有資格者を抱えるに至っております。私たちは幅広い受け入れを実現するためにも、業界でも屈指の555以上のプログラムを取り揃えております。結果として就職実績におきましては、毎年年々増加する就職者数と高い定着率を誇っております。また、非効率を効率化するためにドミナント展開を行っているわけであります。今後の成長戦略でございますが、就労移行支援の前段階の方々を自立訓練事業所を展開することによって、皆様をお迎えし、そして定着支援、そしてリワークをこの4月から始めることによって、一気通貫の事業を行っております。今後の成長イメージは、そのリワーク事業を含めた就労移行支援、自立訓練、定着支援を、そういった事業所を拡大することによって成長していきたいと考えております。105の拠点ですが、3年後には約 1.5 倍になる150拠点を計画しております。私たちは実直に福祉を行っている会社でございます。ぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。